スカットライン。やっべー、あの予約表ゴミじゃなかったのかよ。もう捨てちまったよ。どうしよう。とりあえず体の予約表差し込んでごまかしとか。あとは本番で臨機応変に。俺の名前はヒロシ。今年結婚したばかりのユメナと二人で暮らしています。もうすぐ義両親が結婚25周年を迎えるため、俺はユメナと話し合って二人を高級レストランに連れていくことにしました。あ、もしもし、大平ヒロシと申しますけども。ご予約ですね。かしこまりました。8月30日4名様で臨婚式ですね。お待ちしております。ん、もしもし、なんだ、またシフト変更かね。今確認するからちょっと待ってなさい。あ、カリト君、これ片しといて。ベレした。お分かりいただけただろうか。なんとこのドキュン店員、記入済みの予約表をゴミ箱に捨てたのである。まったくこの忙しいのに気安く。ほら、カリト君、お客さんがいないからって分かりやしたじゃないんだよ。ええじゃない、言葉遣いには日頃から気をつけたまえ。あ、ありゃしっす。何を言ってるのか全然わからん。さあ、もうすぐ開店だぞ。そこらのファミレスチェーンとは別格のおもてなしを見せてくれたまえ。はいっすー。予約取れた？あ、バッチリ。お父さんたちきっと喜ぶだろうな。うんうん、楽しみだな。そして数日後。もしもし、レストランエスカリオンです。あ、はいはい、予約ですね。ちょっと待ってくださいね。あれ、なんだ、おかしいな。疲れてるのかな。予約表が1日消えてるんだけど。って、ああ、そうか、店長が1ページ持って行ってたんだ。やっべー、あの予約表ゴミじゃなかったのかよ。もう捨てちまったよ。どうしよう。とりあえず体の予約表差し込んでごまかしとか。あとは本番で臨機応変に。すみません、ご予約でしたね。どうやらドキュン店員の狩野くんは自分のミスをうやむやにする作戦に出るようです。時は流れて2ヶ月後。いや、なんだか申し訳ないね。ヒロシくんも一杯ぐらい飲みたいだろうに。いや、とんでもない。ユメナと出会えたのも一重にお父さんとお母さんのおかげですから。もう恥ずかしいからやめてよ。いいじゃないよ。今日は大事な日なんだぜ。あらあら、ヒロシさんたらロマンチストなのね。私には劣る。仲のいい夫婦でいる秘訣は何ですか？いい質問だ。それは妻への感謝を忘れないことだ。感謝か。それと女遊びはほどほどにすること。浮気したら許さないから。わってるわってる。社内は終始和気あいあいとしていました。それがわずか20分後にあんなことになるなんて、この時は夢にも思いませんでした。今日は予約表を捨てちまった。まだ8月30日。幸いあの時点ではそんなに予約入ってなかったし、最悪席さえ空いてれば案内はできるぞ。頼むから座席予約だけであってくれ。いらっしゃいませ。予約した城山ですけど。城山様、お待ちしておりました。2名様ですね。あと主人が来るんですけど。3名様ですよね。知ってました。宝石のみのご予約ってよろしかったでしょうか。はい。神様、何をやっとるんだ君は。お客様、神様です。こちらにお席をご用意しておりますので、私めがご案内いたします。うん、よろしい。こんばんは。わーい、はい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 。予約した田中かなたです。田中かなた、予約表にそんな名前あったかな。ありました、ありました。覚えてます、覚えてます。とも、お姫様ですか。そうです。よかった。あちらにお席をご用意しておりますので。ちょっと待ちなさい。私はスペシャルスーパーフルコースを予約したんだよ。そうでしたっけ。まさかあの狭いテーブルに案内するんじゃないだろうね。カリノ君、君が予約を受けたまわったのかね。これは、お客様、もうことに申し訳ございません。先ほどからご予約状況を確認しておりますが、田中様は確かに間違いなくお先のみのご予約ということで受けたまわっております。そんなはずはない。この名前と声を忘れたとは言わせないぞ。私の名前は田中かなた。上から読んでも下から読んでも田中かなた。この私がスペシャルスーパーフルコースを予約したら絶対に忘れたりしない。店長、このお客様ちょっと混乱なさってるみたいです。申し訳ございません。何やら情報の行き違いがあったようで。私が IQ30 なのをいいことにごまかそうとってそうはいきませんよ。お詫びにパセリを一つサービスさせていただきます。
そういうことならよしとしよう。そうこうするうちに店はほぼ満席に。そこへ俺たちがやってきたのです。頼もう。いらっしゃいませ。8時に予約した大平博士です。ディーフィアク、あ、やばばばばばばば。あら、おかしいですね。大平博士様、大変恐れ入りますが今日はご予約いただいてないようでして。何？ちょっと何言ってるかわからない。いや、予約は絶対しましたよね。確かにお名前に聞き覚えはあるんですが、でも現に予約表にお名前がないようですので。何か問題か？あ、大丈夫です大丈夫です。本当大丈夫。多分店長さん、大事な義両親の銀婚式なんです。ですが満席となっておりまして。あ、お名前もう一度よろしいですか？大平です。博士です。大平博士様ですね。今のうちに客の予約ミスってことにしちまえば。おー、店長、やっと意味がわかりました。大平博士様、7月30日にご予約いただいてたみたいですね。はぁ、ほら、7月と8月ってちょっと紛らわしいじゃないですか。でもうちはちゃんと7月って復唱するように訓練されてますもんね。ここに名前があるってことはお客様もそれで納得したはずなんですよね。んなわけない。俺は確かに8月って言った。ここに書いてあることが何よりの証拠です。ご自分が言い間違えたんじゃないですか？祝いの席でこんなことは言いたくはないが、ヒロシ、はい、誰にでも間違いはある。だが肝心なのはその後だ。自分の非を潔く認められないようでは男として一人前とは言えないな。そんな、お父さんまで。せっかく楽しみにしてたのに、私たちの銀婚式はどうなるのかしら。俺を責める空気になんのやめてくれる？おお、いいんですか、お客様。先月いらっしゃらなかった分、キャンセル料も発生してるんですよ。今帰れば特別に見逃してあげてもいいですけど、これ以上ここで粘ったら食事代プラス先月分のキャンセル料もいただいちゃいますからね。いくら？え？30万円。バカなの？店長、この紙に原本持ってきてもらえます？しかしお客様の個人情報ですので。あと一歩で警察だったでちゅよ。わかりましたよ。もうめんどくさいことになったな。バカなやつ。それは明日以降の予約表だよ。未来の予約なんか調べたって何も出てきやしないっつーの。店長、予約受けるときこれ紙重なったままボールペンで書いてます？確かにそういう格好になってますが。怪しい。早く帰れよバカ。こっちは忙しいんだよ。何？なんか早く帰れって顔してんな。いや、気のせいです。そうか。もうこんなところで揉めないでよ。こうなったらとりあえず他のお店でお祝いしよう。すみません、うちの夫がしつこくて。いいんですよ。それじゃあまたどこ来てんの？ちょっと待った。よーく見たらボールペンの跡がある。だから鉛筆貸して。俺は自分が予約した枠の空欄部分に鉛筆の芯を軽く擦りつけました。するとボールペンの跡に沿ってうっすらと文字が浮かび上がってきました。そこには紛れもなく大平博士の名前がありました。あと田中かなども。おい、クソ坊主、書いてあった予約表どっかやったろ。なんだその推理力。あ、思い出した。そうだ、そういえば大平様の予約は私が確かに取ったんだ。あの時ちょうど手が塞がってて、書き終わった予約表を狩野君に戻してもらったと思うが。そういえばあの時どうしたっけ？知らない。とぼけんじゃねえ。こんな姑息な小細工までして自分の店を人に押し付けやがって。大事な人の銀婚式ですよ。どうしてくれるんですか？ごめんなさい、うっかりしてたんです。まさか未使用の予約表だと思わなくて。まさか捨てたのか？はい。バカモン、こんな失態は初めてだ。店長も悪いんですよ。大事な予約表あんな風にほっぽっておくから。日付も名前も書いてあったろうに。そもそも君は普段から勤務態度がなってない。お客様、この度は私たちの不手際でとんでもないご迷惑を。ちょっと困りましたね。お詫びになるかは分かりませんが、お酒と料理とデザートを可能な限りサービスさせていただきますので、何卒お席があくまでお待ちいただけませんでしょうか。
いいんじゃないかしら。店長さんもこうおっしゃってますし。私はお前がそう言うなら一向に構わんよ。ではお言葉に甘えさせていただきます。あと一組に狩野くん、もき目は帰っていい。こんな非常識な輩がいたんじゃこの店の品位に傷がつくわ。そんな殺生だ。お店の名誉を守るためについやってしまったんです。やかましい。どう見たって保身のためだろうが、ましてやお客様に失敗を押し付けるなんて聞いたことがない。君はクビだ。こうして土建店員くんはあっけなくクビ。代わりに俺たちは超豪華な料理を格安でいただくことができました。一生の思い出になったわね。ヒロシ君、さっきは疑ってすまなかったな。あれだけ機転が利く男ならいざという時もユメナを守ってくれそうだ。銀婚式を台無しにされるのが許せなかったんですよ。好き。これがきっかけで俺はかえって義両親からさらなる信頼を得ることができました。一方、元ドキュン店員の狩野くんは今回の件でケチがついたのか、なかなか次の仕事にありつけず、今は時給100円で実家の草むしりを頑張っているそうです。最後までご覧いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ぜひ他の動画もチェックしてくださいね。それではまた次の動画でお会いしましょう。